はい、東洋アリキュー整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、頻尿も東洋医学なら治せるについてお話したいと思います。頻尿の、患者さんが、病院に行くと、じゃあどこに行くんかというと、頻尿器科に行きますよね。頻尿器科ね、頻尿器科で、薬を飲むと、おしっこの量は少し、頻度は減るんでしょうが、じゃあ飲まないとどうなるかというと、また同じことの繰り返しなんですよね。西洋医学、病院では根本治療ができないわけなんですよ。根本治療ができない、そのためにですね、薬でコントロールということになるんですよ。薬でコントロール、じゃあですね、薬をね、もう大量に飲んでる人多いですが、じゃあ薬を飲んでたら安心かという話なんですよね。薬は、じゃあね、何でできてるかという話なんですよ、薬っていうのは自然界にはないもんなんですよ。自然界にないもんなんですよ、人間が人工的に作ってるわけですよ。人間が人工的に、じゃあ材料は何かというと、何からできてるかというと石油なんですよ。石油、石油の副産物で薬はできてるんですよ、石油の副産物で、要はプラスチックとほぼ同じなんですよ。プラスチックと、プラスチックを毎日こうやって飲んでるんですよ、一時的に症状は抑えられるかもしれないですけど、プラスチックを飲んで抑えてるんですよ。健康的ですか？非常に不健康ですよね。非常に、じゃあですね、この頻尿の患者さんもですね、根本治療ができればいいわけですよね。根本治療が、じゃあ何で根本治療ができるかというと、東洋医学なんですよね。東洋医学、東洋医学なら根本的な原因があるんですよ、根本的な原因を改善すれば症状は出なくなるんですよ。症状は出なくなる、症状は出なくなるし、薬も飲まなくてよくなるわけですよ、最高じゃないですか。最高、でもですね、西洋医学、病院に行くと薬でコントロールだからずーっと治らないですよ。ずーっと治らない、実際行って治りますか？治らないですから、治りませんよね。それでですね、どうして東洋医学なら治るかという話なんですが、東洋医学は体の体質を変えたり機能を高めるのが得意なんですよ。体の体質を変えたり機能を高めるのが得意なんですよ、頻尿ね、日中の頻尿と、夜寝てる時の頻尿は全然違うもんなんですが、それぞれですね、体質と、弱ってるところっていうのがあるんですよね。その弱ってるところ、体質を治療するのが東洋医学なんですよ、じゃあ病院では体質を変えたり、機能を高めることができないかというと、高めることができないんですよ、ここが得意なのは外科、切ったり貼ったりですね。外科、切ったり貼ったり、あとはばい菌の感染症だとか、あとは死ぬか生きるかの救急救命、あとは検査ですね、この4つが非常に得意なんですよね。その4つ以外は、不得意なんですよね。だから薬でコントロールすることになるんですよ、薬でコントロールするといっても、先ほど言ったように石油の副産物でプラスチックみたいなのをずっと飲んでるわけですよ、非常に不健康ですよね。でもですね、東洋医学は体の質を変えたり機能を高めることで症状が治っていくんですよ、機能を高めることでね。もちろんですね、これ日中の頻尿だと若い人にも多いんですが、夜間頻尿、夜寝てる時の頻尿っていうのは、ある程度年配の方が多いですよね。ある程度年配の方っていうのは、もちろんね、30年前にはそんな頻尿はなかったんですよ。40年前はないんですよ。でも今はある。なんでか、体の機能が落ちたからですよね。老化したからですよ。だから頻尿になってるんですよね。それを高めていくんですよ。東洋医学はそれが仕事なんですよ。東洋医学は、あと先ほどちょっと言いましたが、日中の頻尿の場合は、若い人にも多いんで、40以下の、方にも多いんで、日中の頻尿は体質なんですよ。体質、主に呼吸器系が弱いんですが、
そういった体質もしくは自律神経系を整えることで頻尿を改善することができるんですよね。このようにですね、東洋医学は根本治療、病院、泌尿器科は対処療法なんですよ。対処療法ね、もしですね、そういった石油の副産物プラスチックをもし飲みたくなくて根本治療したいならですね、ぜひ東洋医学の門を叩いてくださいよ。そうすることによって、改善しますからね。頻尿、日中の頻尿、夜間頻尿、ね、両方でお困りの患者さんはですね、東洋医学専門、ここ非常に重要なんですが、東洋医学専門の治療院に行かれることをお勧めします。以上です。